絶対に許さない。あの人はそんな人じゃなかった。セカ、何あれ。スヴァン、この人が。ま、何なのよこれ。あんたたち説明なさいよ。タマモッチ、説明するほどのことじゃないよ。そう、もう一度戦いの場に上がった、それだけのこと。戦いの場に？違うだろう。私らの実力アップのためにこいつらを駒にする、そういうはるか。まあそういう意味もあるけど少し違うわ。ですよね。ああ、この先の結果次第では聖火たちではなくイザベラとカティアをスワンにあげる可能性も残っている。イレギュラーなことではあるが、二人にはチャンスが与えられることとなった。あ、そういうこと。僕と組んだ二人は強いよ。でも私たちが勝てばスワンに一つ近づくということならば勝ちます。よく言ったわセイカ。そうでなくちゃ面白くありませんわ。はい、それじゃあみんな仲良くなったところで。どこかだ。今から前哨戦をやらない？互いに今の実力を知っておくのもいいかなって。では一曲ずつステージを務めてもらう。それでいいな。異存ありません。じゃあ後ほど。君たちの健闘を祈るよ。見てなさい、キッタキタにしてあげるから。うわ、腹立つ。あの態度なくない？イザベラもカティアも。ああ、でもさ、あいつらこの1週間で何があったんだ？あ、きっとあの悪の教官に洗脳でもされたに違いないわ。悪の教官ってお前。でも正直言えばイザベラたちが残れてよかったよ。まあね。あれ、ところで聖火は？あれ、このステージも久しぶりだな。リー聖火くんか。はい。僕に何か用かい？スワンであるあなたとお話がしたくて。話？はい。スワンとは人々を救済すべく歌い続ける歌姫。私たちが目指すべきもの、お話を聞きたいのは当然の。くだらない。え？スワンなんかくだらないと言ったんだ。実戦では笑顔を忘れ、戸惑い、泣き叫ぶ。なぜそんなものを目指す？おっと、あなた本当にスワンなのですか？ああ、元スワンだけどね。元？自分の身を危険にさらして誰かを助ける。バカらしいよ、そんなことのために歌い続けるなんて。飽きちゃったんだよ僕は。だから君たちと遊びに来たんだ。あ、セイカ、どこ行ってましたの？絶対に許さない。あの人はそんな人じゃなかった。じゃあ始めてちょうだい。曲はドリームス。私たちの力見せてやるぜ。漫漫这条路要去向何处，会有怎样的未来？勇敢迈几步，未知的旅途温柔照耀我的 sunshine， 只为有一天能张开翅膀飞翔。
想，远在天际的梦想，紧紧抓住心中那份期望，绝不回头向前闯。就算失败不退缩，站起来勇气澎湃，你是最重要的存在，对未知充满期待，我们的明天更精彩，大步向前，我们的歌声一定能飞到世界另一边。这一思念心中的你是否会听见，我相信你给出的答案，大胆唱响梦想的颜色，在每个人眼前绚丽绽放，激励心中的乐章，尽情去唱响，向着那道耀眼光芒，自由的飞翔，自己的方向。やっぱりこの曲いいね。歌いたかったな。うん、聖歌たちも魅力的。そうだね。でも、うん、さあ次は僕たちの出番だ。うん。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もぜひお願いします。